じゃ、こんにちは。さあ豊さん、はい、2位3位争いが面白いのはセリーグだけじゃないんです。まあそりゃそうだよ。パリーグ、まあそうだけどさ、はい、オリックス強いな、クソ強いな。もう、ね、優勝してからずっとすごかったですよね。まだな、あの中島監督がしかめっ面してるもんね。なんかミスが出たりとかすると、はい、何やってんだあいつみたいな、うん、いや厳しいよな。緩めないです。緩めないっていうよりも貯金一つでしょ、ソフトバンクが。はい、もう他全部オリックスが持ってってんだろ。もう完全に持ってってます。いやこれは日本シリーズでっていうかクライマックスシリーズいるか。いやそれが今実は問題になってるんですよ。いやセリーグもそうだと思うよ。はい、だゲーム差でさらになんかもう2勝ぐらい3勝ぐらいつけないとダメだっていう風に言われてますよね。まあそうだな、はい、いやでましてやそのロッテが大失策してるでしょ。大失速、あ大失速ね、はい、これはまあ一つの要因とすれば、うん、特例の抹消が重なってるよね、はい、こうなってくると日本シリーズを前にファイナルステージかなんかでいや選手今ちょっと特例でみたいななってくると、いやそうです、ね、どうなるんだみたいな、あの本当にあっていうことが起こりかねないような事態に、はい、なっちゃうので、それはそれでまた、まあ、別の動画でクライマックスシリーズシーズンゲーム差とっていうのでなんか一本撮りたいんですけど、で今現在パリーグこれあの9月27日現在なんですけれども、ソフトバンクが2位、楽天3位、ロッテが4位ということで、この3チームが 1.5 ゲーム差の中にいます。で残り試合はロッテが10、楽天9、ソフトバンク8というような試合数。いやロッテはもう雰囲気なくなっちゃったな。そうなんですよね、ピッチャーもそうだしバッターもそうだし。一つの失速の原因ってさ、西武戦で佐々木朗希が初回に3点取られたゲームがあるんだよね、はい、こっからおかしくなったな。ちょっとやっぱその勝ちきれなかった、ね、3対2、はい、で負けたんだけど、やっぱりね俺が思うにはよ、ロッテは佐々木朗希を最初の登板の時に40球ある程度限定をしたんだよね、はい、で次70球ってその西武戦の時に、これをシーズン中にやってしまったということ、これは完全にクライマックス用に佐々木朗希を調整させるために多分1軍の試合を使ってやったということが、大量抹消というよりも主力がこの失速に俺は原因をしてるというふうに思うんだよね。そんなに甘くないよ、やっぱみんな必死に戦ってきてね、それは調整登板じゃないといえば調整登板じゃないかもわからないけども、でも俺の目にはなんでここで試すんだろうって、大事な時期ですよね、うん、でこの後にケツを吹くピッチャーがいるわけでしょ、はい、それはちょっと違うんじゃないのっていうふうには俺は感じてたんだよ、うん、そしたら失速をしてきたという、あだから俺はねそこら辺がちょっと違ったかなっていう、ロッテはね、そこから始まったんじゃないかっていうことですよね、うん、失速が、うんうん、確かにそのピッチャーが今本当にあの序盤で打たれてしまっている先発があって、はいはい、で中継ぎをもう早い段階から使いまくってしまうっていう、まあね、のが起こってしまう。ただねこの時期はね、はい、やっぱ早く手を打ちたいよ、うん、こう引っ張ろうと、まあ、シーズン途中はするかもわからないけども、これは長いシーズンを考えた時にね、まあだけどもう残り10前後になってくるとさ、はい、こうつぎ込むよ。そうです、この流れを止めないといけないっていうふうに思うから、やっぱつぎ込む、これは仕方のないことだよ。うん、だけどもう点は取れないし点を取ってくれないというプレッシャーもピッチャーに重圧としてのしかかってきてて、まあ、それでプレッシャーによりまあフォアボールが増えたりだとか押し出ししたりだとか、まあそういうこともあるだろうな。あの特にソフトバンクさんと日本ハム戦の時に小島投手、美馬投手が投げて結構打たれてしまったんですけど、その例えば前の前の試合とかで中継ぎをもう早く使ってるのでなかなかやっぱり変えられないとか、こう打ってくれたのにソフトバンクに点近づけていってるのにまたピッチャー打たれて離されてとか、なんか噛み合わなかったり。いやまあ連敗の時ってまあ噛み合わないもんだけどもね、まあ、噛み合わないもんだけども、だけどまあそうだな、でも戦えないメンバーでは俺はないと思うんだよね、まあ、藤原が一番打ったりだとか、はい、ね、平沢が打ったりだとか、はい、荻野はいるし角中はいるし、はい、ベテラン陣もいるしね、まあ、で荻野選手今ちょっと特例でいなくなっちゃったんですね。荻野もいなくなったんです。そうなんです、うん、まあ角中がしっかりしたりとかね、はい、まあ、してるけど、
戦えないメンバーでは俺はないと思うんだよ。ただピッチャー次第っていうところがあるよね。ちょっとそうなんですよね、ピッチャーが打たれてるっていうところは非常に気になって、まあでも0点で抑えなきゃいけない、そういう重圧の中で投げるとやっぱり慎重にもならざるを得ないしね、まあ、それがフォアボールになったりとかいろいろしてるけど、まあね、見てるとね、大島が投げてる時は審判の配慮も悪かったな。かわいそう。これね、ボールみたいなのが再三あったよ。ボールに取られるのが、ストライクと取ってあげてもいいんじゃないのっていうのはあったけどね。まあそれはもう厳格に取ってるんだろうけどもさ、うん、まあだけど俺の目から見ると、いやストライクって言ってあげてもいいのになって思うよね。何回もあったからさ。いやそれはピッチャーちょっと気持ち悪い、ね、いや辛いよ辛いよ。それがリリーフ陣が出てきた時にも同じことが言えたからね、うん、まあやっぱり一貫してあの時はボールだったんだよね、うん、だからもうそれはしょうがない。あのアンパイアの癖があるから、だからそれはそれでそれより半個ぐらい上げればいいだけの話だから、うん、ボールをね、はい、まあだけどなんかそういう風に見えちゃうな。そういう風に映ってしまうんですね。よし今日は今日こそはって言ったら先頭打者万波にいきなりホームラン打たれるとかな、もう1点取られたよみたいな。まあそういうあのね、やっぱりね、悪い時ってそういうもんなんだよね。出だしからそうなっちゃったりするんです。出花くじかれるじゃないですけど。で、まあ、今年ソフトバンクも大型連敗したし、はい、まあ、日本ハムとかもしていったりとか、まあ、いろいろしたけども、ここに来て一番やっちゃいけない時に、まあ、ロッテが食らってるっていうね、はい、これはかわいそうだな。そうですよね。いや何が起きてるのかロッテの場合は分かんないと思うよ、ファンも。え、今までクライマックスは目の前で、そうですね、2位でここの場所で、そうです、我々の応援のもとでやるつもりがあった、うん、え、一夜寝たら4位みたいな、大丈夫みたいな。いやそうですよ、ね、考えてるうちに下がってきちゃった 0.5。 いやそうなんですよ、楽天と、うん、でも楽天の勢いは大したもんだな。上がってきましたね。いや10連戦どう戦うかなと思ってて、山本宮城って最初は当たるんだよ、うん、ほら最初出腹で頭引っ張ったかれたら、うん、ほら立ち直れんぞと思ったら山本に勝ったんだ、はい、でオリックスには1勝2敗で負け越したんだけど、ここを一つでも勝てたということがさ、後に繋がったな。そうですね、今で6勝4敗で乗り切ったからさ、2つの貯金で。そうですね、あだからこれはやっぱりね、どうしても勢いが出てくる。そうですよね、うん、まあ、楽天は本当4位から勢いあって今3位に行ってますけれども、まあ、ソフトバンクもじゃあすごくあの乗ってきてよくて2位かというと、やっぱりロッテが失速した分、まあ、まあそれもあるありますよね、うん、それもある。ただ、まあ、オリックスには勝てなかったからな。そうですね、すごいよなオリックスはな。やっぱオリックスすごい。いやだけどそのね、今宮が帰ってきてくれたっていうのもめちゃくちゃでかいしさ、はい、やっぱこうあそこは 1,2 番どうするかって、ね、シュート、はい、一番にもうずっと我慢して使ってるけど、はい、やっぱシュートが出ると点になるな。そうですね、まあ、シュートの力あれでかき回して勝ってるっていうのは、うん、やっぱでかいと思う、まあ、9月の、ね、月間シュート選手すごくいいですし、うん、で柳田近藤がね、はい、そこでこう返すからね、あれ近藤選手がねホームラン争いに入ってきてるので、もうそんな余裕はないと思うよ。いいですかね、余裕はないと思うけど、はい、でも自分が打たないと勝てないっていうのは思ってるだろうから、はい、まあ、それには貢献しようというふうにはしてると思うけども、まあ、だけどそこら辺の2枚柳田近藤で甲斐を打ったり2番を打ったりとかしてるけど、この今宮の存在というのがでかいな、やっぱな。あと井上っていう若手がホームラン打ちましたね、出てきてるし、はい、このバッターもいいバッターだしな。そうですね、だからある程度揃ってきたかなっていう、あとはピッチャーだな。そうですね、ピッチャー次第ですけれども、だからでも野手も言えるよ、まあ、中村も戻ってきた、言えるようになったと思うよ。ある程度失点いいから俺たちが返すから、うん、お前たちはもう思い切って投げてくれみたいな、そういう雰囲気にはなってきてるよね。そうですね、やっぱで全く雰囲気がないのがロッテだよ。そうですね、どうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうねっていう。これあの2位から4位までが 1.5 ゲーム差、はい、であの現段階27日なんですが、段階ではロッテ10、楽天9、ソフトバンク8試合残してるという中で、これ最終的に2位と3位に入るのはどこっていう風な見方が、わそれ分からないですか。またお前言われるぞ、はい、あ、豊が外したのね。やったみたいな言って、
これね、予想が外れる方が面白いわけだからね。そうですね、はい、でも最初から言ってた、うん、ロッテは危ないよって、はい、引き続き言ってたっけ。言ってないです。言ってないから、ね、いやもう2位っていうので。そうだっけな。ソフトバンクと楽天がどっちだろうって言ってたんで、まあ、まさかだよな、うん、それは思ってなかったです。まあでもこうなるというふうには想像もつかなかったけども、うん、まあ、ソフトバンクのあのかけ回し方、まあ、いろいろ見てるとソフトバンクはなかなか残りそうかなという。お、A クラスに、うん、で楽天のあの勢い今ので、マー君がこの前ね1失点はしたけど、やっぱその試合勝ち切れたという、マー君も気持ちが入ってきたという、もう一つね、シーズン中入ってないとは言わないけども、もう一つ入ってきたみたいな、で岸がしっかりしてる、はい、則本ハートがある、うん、まあ、そういうことを考えると、あ、楽天はいいかなっていうふうに思う。ということは4位になるのがちょっと今の状態だとロッテなのかな。まあ、普通に自然に考えるとね。ですね。俺自然に考えすぎかな。いや、ちょっとナチュラルに。ひねた方がいいのかも。でもね、ロッテを見てると本当に辛くなるわ。いや、今この頑張ると思うんだけどさ。わかります。でもなかなか力を入れようって、よし、かみが今日はみたいになったら万波がゴン。頭ガツンって殴られるしな。いや本当そうですね、うん、だからあロッテは苦しいな、ね、もう本当今の状態見てると一番苦しいのがロッテなので、もうね、今まで何だったんだと思うよね。いや本当にシーズンここまで何だったんだろう。俺ら2位で優勝争いがどうのこうのって言ってたんだよみたいな。一時期そうです、そうです。え、4位に落ちたのみたいな。いや本当選手たちも一気に落ちたからな。ちょっと連敗が痛かったですね、本当に9月も、まあ、それは痛いよ、7連敗でまだ止まってないな、動画の撮影の時も、ね、そうです、まだ止まってないので、まあ、あのセ・リーグよりもパ・リーグの方が残り試合が多いので下克上だよ。あ、これ、まあ、本当にどうなるか分からないです。でもロッテは他のチームよりも試合数が多いということをプラスに考えた方がいいな、うん、だからここは本当頑張って離されないようにしておかないと、はい、そうですね。西武が来てるからまあそこは大丈夫だと、そこは大丈夫だと思うけど、さすがに可能性としてはなくはない、はい、なくはないので、もちろん、ね、なので、ね、残り試合少なくなっていく中で、まあ、あの特例のメンバーたちが最後の方で戻ってきて、そうだ、ちょっとまたね、最後でなんか意地というか、このシーズン1年間の何か見せてくれるとファンもちょっと安心するかなっていう。気休めにしかないけど、まあ、とにかくもうね、本当ね、今までパ・リーグを盛り上げた一つの要因としたら、ロッテの頑張りとかいろいろあったわけだから、はい、いや、このまま終わっちゃいかんと思うよね、うんうん、だから頑張ってください。はい。